エドワード・トマス・シェーファーは、アメリカ合衆国の政治家。第30代ノース・ダ・コタ州知事、第29代農務ム長官を務めた。1946年8月8日に、ノース・ダ・コタ州ビスマークにて、ドイツ系の家庭で誕生した。地元の公立学校で教育を受けて1969年に、ノース・ダ・コタ大学を卒業し、経営管理学の学士号を取得した。 1970年にデンバー大学で経営学習志望を取得した。1970年に父親が経営する製造業会社ゴールドシールカンパニーに入った。1978年に社長に就任するとゴールドシールカンパニーの売上を上昇させた。ゴールドシールカンパニーは1985年に売却し、いくつかの新事業を立ち上げ企業家となった。 1990年にアメリカ共和党の公認を受けて連邦会議員に立候補したが対立候補の民主党現職のバイロン・ドルガンに敗れた。1992年にノースダ・コタ州知事選挙に立候補した。民主党のニックスペースに勝利した。1996年の州知事選挙にも立候補し、民主党のリー・カルドアを下して再選した。 2000年の州知事選挙には立候補しなかった。2000年に共和党全国知事会議長を務めた。ノースダコタ州知事として州経済の拡大と多様化を第一に掲げた。特に先進的農業を重要課題として挙げ、州域の通信基盤の改善を主導した。2000年にノースダコタ州知事を退任した後、通信会社のエクステンドアメリカを立ち上げた。 エクステンドアメリカ社において最高経営責任者となり2006年まで務めた。アメリカ合衆国中西部の5州を対象として無線データ通信サービスの提供を開始した。2002年に陸軍長官文民補佐官として指名を受けて着任した。2004年には共和党幹部から連邦上院議員への立候補を打診されたが辞退した。 ノーム長官への就任宣誓を行うシェーファー2007年10月31日に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領から、アメリカ合衆国ノーム長官として、指名を受けた。当初、シェーファーの公聴会は2008年1月30日に、実施される予定であったが、ノース・ダコタ州選出のケント・コンラッド上院議員の、要請により1月24日に変更された。 校長会は1月24日に実施され、極めて良好な感触で終了した。校長会では、供牛病に関する事項が質問され、日韓両国に対する牛肉の輸出問題が取り上げられた。上院は1月28日に承認し、29代目アメリカ合衆国のオム長官に就任した。父親は、実業家のハロルドシェーフェイである。 父親は再婚者であり、ママ母はシーラ・シェーファー。妹のパム・シェーファーは連邦上院議員ケント・コンラッドの初妻である。1992年12月17日にナンシー・ジョーンズと結婚した。ありがとうございます。